2002年国立競技場、ナビスコカップ、決勝。浦和 VS 鹿島。1999年に涙の V ゴールで J2 降格。2000年に苦しみながら J1 復活を果たした名門が、2002年に初タイトルをかけて王者に挑んだ。鹿島に0対1で敗れ、悲願の初タイトルを逃した。そして2003年、再び上り詰めた決勝の舞台。相手は前年と同じ鹿島。この決勝で10冠を目指す王者鹿島に無冠の浦和が挑んだ。開始早々、田中達也とエメルソンのコンビで浦和が先制かと思われたが、オフサイドの判定。前半13分、山瀬のゴールで浦和が先制。前半36分、エメルソンと坪井が激突し流血。坪井が治療中で人数が少ない中、ゴールキーパー続きが気迫のセーブ。坪井が治療を終えて後半から復帰。後半3分、快速フォワードのエメルソンがゴール。後半11分、田中達也がゴール。Jリーグ屈指の快速2トップが大舞台で躍動した。後半41分、エメルソンがこの日2点目のゴール。4対0と鹿島を大きく突き放した。そして悲願の瞬間が訪れた。Jリーグ発足から10年、浦和レッズが初タイトルを獲得した。